できるよね。こんばんは。こんばんは。子ども地球サミット2010、広報番組スタートしましたね。今日もスタートしましたね。はい、はい、そして私はエグゼクティブプロデューサーの澤と申します。私はプロデューサーの清水と申します。はい、はい、今日は結局、私子ども替えをしまして、ええ、冬衣装に戻りました。さらに衣替えですね。戻っちゃったよね。寒くてね、今日そんなに寒かった？寒かった。あれ私結構あったかいと思ったんだけど。確かにストーブがこう23度を指してるんだけど、うん、今日はなんだか寒かった。あ、そう。私まだ春ですよ。ねえ、今日爽やかにみんなも白で。ええ、はい。そうです。いいね。なんか ね、春らしいね。ええ、まあね。アイボリーじゃなくてベージュ。ベージュ、はい、ベージュです、ベージュ。決まってますよ今日は。はい、ベージュです。あれでも本当になんか。女性だね。え、私、うん、当たり前じゃないですか。すごくこうモニター見ててあれ女性だって思う。当たり前だ、当たり前それは。びっくりね。こうなんていうの、デュークのファンに見られているという意識が。あれそう違うの、どれくらいでもファン今まだ6人ですから。6人 いいじゃんね。でもね、ね、でもね、私ね今日全然違う話が変わるんだけど、うんうん、アーカイブを見ててね、うん、私が手こうやっていやいやそうじゃないとかってやるじゃない、うん、この手何この太さ。初めて今気づいた。ちょっとこの太さびっくりした。私こんなに太いのかと思って。でしかもここはちっちゃくて本当にね、みんながねグローブっていうのがすごくわかる気がする。今までね自分の手はこう指も全然長いし、可愛らしい手してるじゃんずっと言い続けてたんだよね。ここねちょっと節がねそんなにないんですよ。そうですね、私ね節があるんだよね。こうねこういう感じね、こうポコ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 してなくてそうスラッとなってるんでね、まだまだこうスラッとというか実際こう大げさに言うとよこういう感じ。そうなんでねこれ本当にねびっくり。こう見てモニターで見てると本当に赤ちゃんの手みたいだよね。びっくりしました。私は、30何年間生きてて自分でこんなになってると思わなかった。綺麗な手だなっていつも言ったもんね。もっとねもっとスラッとしてるようなイメージだったんですけどね。まあ一個分かったことがあったと。それはいいことだ ね、 ちょっとねまたアーカイブでね見てみようと思うんですけどね、今日の映像がどういう風になってるのか。今日もうちょっと痩せてるんじゃないかななんて思ってるんですけどね。しっかり、あ、だから今度こういう風に出すんじゃん。あ、遠近法でね、こう、こう、きっと細く見えると思うよ。そして この辺のムチムチがね、バレちゃったりとかするんでね。あ、あまりダメ、やっぱりダメだね。ね、あ、映らないように、映らないように。そうだね。はい。まあでもね、知ってよかったね。うん。今日はね、そう、つぶやいてくれて、衣装がそう白黒なんです。え、白黒っていうのかな？うん。まあね、ちょっとね、春と冬。
そうですね、まあ、制服で歌春と冬ってこう一緒にこうかかってるじゃんね。そうだね、そんな感じ、まあ、みんなにね制服って言って言われてるんでね。そうそうそう、これが夏服、これが冬服です。はい、はい、でしょうね。しかも今日私だってハイネックだよ。寒そう。なんで？すっごい寒かった。私から見るととても暑そうなんだけど。寒かったよ今日は。なんでそんな格好してんの？グローブってお名前出る。そう。あ、意外にもねグローブのファンいると思うよ。ちょっとそのグローブじゃにもその上の見てくださいよ。サタイアンダーバー JP さん、タマキさん部屋決まってますね。髪型かわいいって。いやー、やっぱりファンだね。きっとね。ね。サタイアンダーバーさん。いや、やっぱりね、うん、相撲じゃなくて散歩散歩のファンだよねきっとね、里井さんね。相撲のファンってついつい相撲ってドスコイみたいな感じ。そう、ドスコイってね、うん、でね、あ、今日はそう始まりました。そして、はい、あ、いつもね来てくれますね、牛ちゃんさん ねで必ずつぶやいてくれるんですね。そう、嬉しいね。あ、今日余裕でデュークのコーナー間に合った。あ、本当だね、うん、牛ちゃんまたきっと一緒にこう取材に行くのがあの時のね、二人って楽しみなんだろうね。ええ、すごい楽しかった、ね、やっぱりね散歩はね、一人を二人ですよ本当に。うん、で今はその散歩のコーナーは長野県の、そう、はい、今ね、子ども地球サミット行いでる。そう、このね長野県からお伝えしていきたくて、うん、どうしてもその、ね、長野県をもっと知ってもらいたくて世界中の人たちに、うん、で今日ね、うん、サプライズでね、うん、フランスに留学してるお姉ちゃんがいるんですけど、いとこのお姉ちゃんがね、うん、いるんですけど、その人がねちょっとたまにたまたま遊びに来てくれて、うん、でフランスでも、うん、日本って言ったら、うん、東京とか大阪は当たり前なんだけど、長野って言ったらね分かる人がいるっていうので、あ、ちょっとねもっともっとアピールしていきたいなと思ってね。それ嬉しいね。でまたフランスではね、折り紙が今大ブームみたいでね。聞いた聞いた。そのあとで私も話したかったな。言っちゃった。先行されちゃった。まず散歩行っちゃうか。じゃあそしたら。行っちゃいましょうか。行っちゃうか。その話ちょっと。じゃあまずおいそうタイトルをね、はい、私にいつもねタイトル置いてないですね。はい、私いつもそれ気づいてた。あ、デュークです。デュークですって。いつも言ってた私。今回私しっかり言わせてもらいますね。デューク清水 P のウォーキング。はい、今日は神々が宿る町、はい、これがシリーズの8回うちの4回目です、はい、長野県の下諏訪ですね。そうです、はいはい、それではデューク清水 P のウォーキング、はい、神々が宿る町シリーズ4。おー、それでは行ってみましょう。どうぞ。では皆さん、義雲寺を後にして続きまして水月公園です。延々と歩きます。こういう道を出発。これはどのくらい歩きますかね。どのくらいだったかな。結構くねくねとくねくねと歩きますので。歩きますか。わかりました。この民家のようなところを歩いていきます。こういう道嫌いではないです。好きです。お、桜の木が折れちゃったのかな。はい、水月公園に、水月公園ですね。行くにはこういったくねくねとしたところを延々と登っていくそうです。牛疲れてる？疲れてません。はい、牛はタフガイです。清水 P のために無理とこういう道を選んでおります。嬉しいですね。私のためにわざとこういう道を選んでくれているそうです。足がガタが来そうです。でもすごく気持ちいいです。そして散歩は一人じゃない方がいいですね。それでは延々とこの坂が続きますので、はい、後ほど頂上に着きました。そしてここから眺める諏訪湖はとても綺麗です。山も綺麗ですね。今日はいろんな人がお花見しているようです。どうですか。
まだまだあちらの方にも桜があります。はい、水月公園から見る諏訪の町です。すごい高いところに登ってきてますね、私たち。ねえ、牛、ね、いい眺めですね。見てください、見て、すごい。綺麗。これは散歩にはすごくいいとこですね。それでは水月公園からお届けしました。いかがでした？すごい景色が良かったでしょ、うん、そしてあんなところがあるなんて知らなかった、本当に。え、あそこはこんな、なん、こう、なんていうの、あっちのキャルのうちの方、諏訪諏訪なの、わかる、諏訪。あの、この、このすごく地域限定した話しちゃっていいのかな、うん、アルガ峠を使った時に、うんうんうん、こう一番最後の坂のカーブのところで諏訪の町が一望できるんだけど、そう、一望できる諏訪湖をこう、左側に見ながら、あそこの景色が大好きでね、うん、あの夜景がまた最高なんだよ ね。申し訳ないけどあんなもんじゃなかったよ。本当、本当にあんなもんじゃなかった。実はね、ここの今回の水月公園に行く途中の道なんですけど、御柱のね、うん、撮影に私たちキャロルと里井さんと行ったじゃないですか、うんうん、そこに行く途中の公園だったんですよ、うんうん、へえ。で、実は御柱が落ちてくるこのね、うん、木落としの坂なんてものすごい高いところにあるのね、うん、でもその高いところにある公園の近く、高いところにある近くの公園で、うんうん、さ、今回撮影したんですよ。へえ、はい、なんで、うん、本当にこう崖じゃないけど、うん、急斜面のところを諏訪の、その諏訪湖と諏訪の街並みが一望できて、うん、本当に綺麗だった。あれね、多分ね、夜行っても綺麗だと思う。昼は桜があってもすごく綺麗だったんだけど、うん、まあ、景色もね、すごく良くて、うん、遠くの山々まで見えたんだけど、うん、夜行っても綺麗だと思う。これはね、良かったよ。へえ、夜行きたいな。あの諏訪の街は本当にね、光が多くて綺麗よね。夜桜リベンジする？今見れる？今見れるの？多分見れると思う。え、見たい。牛ちゃん多分見れますよね、今回ね。教えてください。 今だったら見れますよね。何何、今日が何日？今日はね、22 違う、20 21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 
多分ね、多分だって昨日でも多かったもん。あれはどこ、諏訪の公園、どちらの公園、一人ね桜の写真をブログでアップした方がいて、あら、うん、咲いてたっぽい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 です、ぽい咲いてんのかな、見たいな、いいな、ちょっと諏訪で仕事作って、うん、どうでしょう、諏訪で仕事、諏訪で仕事作って諏訪の仕事なのに南の方に打ち合わせに行かなきゃいけなかったね桜いいね、比較して、いいね、うん、見たいね、でもね本当にね、ね、でしょ、うん、そう、あーリベンジしましょうって、どこどこ誰、牛ちゃんですね、あー、はい、ね、リベンジしましょうね本当に、え、いいな、うん、え本当にいいな、でその前、うん、牛ちゃんなんで照れてるの、え、あ、牛ちゃんが、わかりました、あ、さっきのね、アンダーバージェイミさんね、牛男前、うん、うん、いやいいね、うん、息切れ大丈夫でしたって、里江さんです、問題なくですですね、はい、で学園さんね、そうして、はい、今日久々に来てくれてます、いや私久々に見たのは健三郎さん、健三郎さんもそう、健三郎さん久々、ね、久々ですね、え、これまたちょっと温度が下がる話していいかな、今じいさん何神々が宿っているのかな、笑う、神々でしたね、寒い、もう何だから今日寒かったんだ、昨日良かったんですよ、このイマジーさん全然普通だったですよ、涼ったですよ痛い、あのこれ痛いね、ちょっとイマジーさんさ23日の日にちょっとこちらの事務所に来てくれるんだけども、
生で出てもらおうか。出てもらおうか。出てもらおうか。どんな人だか見てもらおう、もう。このいつも寒いセリフを言ってくれる方がどんな方なのか。寒いね。でもどうせ生の電波で生のこの常温でね。常温？生の常温って何？番組でね。ちょっと私あの寒いフォローしようがなかったね。ないぐらいおかしかったね。どうしようかな。さあ、このね、生でね、うん、それをね、うん、伝えるのがね、いいのか悪いのかってね、私にちょっと判断できない。まあね、今日はそんなに噛む予定ないんだけどもね。今日ね、全然日中は調子よかったよね。ね、私が言いたいのはね、このね、このイマジーさんを出すべきかべきじゃないのか。出していいと思う。いいと思う、いいと思う。だってさ、うん、普通にじゃあ皆さん、うん、ね、なんかその親父ギャグみたいな的なものを、うん、多分ね発すると思うんですよ。あのギャグを発したら知らない人のふり、あ、今日は特別ゲストでしたって言って、あのさっさと返す。そう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 、さっさと返す。で、全然寒いこと言わなかったら、お仕事ではいつもお世話になってますって。ちょっと変えようよ。そうね、ちょっとチェンジするよ ね態度ちょっと変えよう。それなしです。じゃあね、でもそれで、ね、全部今地さんに聞かれちゃってるんだけどもね、その辺心して参加してくださいね。そうですね、はい、はい、余計なことを言わないように。で、私さっきの話、何、フランスの折り紙。そう、あのね、そのフランスでも、うん、あ、折り紙の中でも普通にね、うん、こう色がない 色だけの折り紙とか、うん、あとはそんなものもあるんだけど、もっと高級な折り紙、こういろんな柄があったりとか、うん、和物の、ね、柄があったりとか、そういったものもね、うん、すごく喜ばれてるみたいで、折り紙があるところはちょっとね、おしゃれな感じっていうイメージなんだって。そのフランス語で折り紙っていうの、それとも、そう、フランス語でローマ字で折り紙っていうんだって、うん、だってフランスで折り紙っていうんだ。すごいね、なんかね、日本の文化が入っていってるのかな。で、私ちょっとだけフランス語を教えてもらおうと思ったんだけど、そんな時間もなく、なんか少しちょっと聞いた、なんかピカチュウを折ってあげたとかって話をしてた。そう、ピカチュウをね、あのその親戚のお姉さんがね、うん、あの折ったら、そしたらすごい喜ばれちゃって、でピカチュウも有名らしくてね、フランスでは。え、じゃあさ、じゃあさ、あの私たちがね、英語喋れないうちは、私たちがこう届けたいと思っても世界に届かないんで、うん、キャロルと里江に一回それやってもらおうよ。折り紙とかダメ？あ、いいね、いい、折り紙企画。そう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 、ちょっとね、海外の人ね、うん、多分ちょっと新鮮かもしれない。すごくね、あのね、うん、どういう風に折るとか、そういうのを子供たちがね、聞くとすごく喜ぶって言ってたね。喜ぶって言ってた、うん、なので大人もね、子供もね、そう、こういう風に折りますよっていうのをこう完成しましたみたいな、うん、そう、あの、ね、お店のディスプレイとかで、大人もものすごく大きいね、うん、あの鶴が、うん、こう上、天井から吊るされてると、すごくおしゃれな感じがするんだって。向こうの人たちにしてみれば、おしゃれだと思う。日本でもそれおしゃれだと思う、うん、ね、うん、よし、交渉しよう。はい、はい、してみよう。言ってもらおうよ。だね、大丈夫よ。だって里江さんとキャロルだったらね、うん、あの指先の料理できるくらいだから、指先きれい、ね、きれいじゃなくて、うん、器用なんじゃない？気にしてるね、今日すごく。ちょっとね、アーカイブ見てほんとショックだったんだよ。このグローブが。今日はね、あれ10時過ぎだけども、ほのかちゃんが見てくれてるかな。あ、はい、本当だ。お父さんの代わりに見てくれてます。うん、こんばんは。こんばんは。ほのかちゃんね、柔軟頑張ってるかな。柔軟頑張ってる。突然このもちげサミットに頑張って出ようね。そうよ。はい、あ、今日も、影のテクニカルスタッフ0263来てくれてるね。グローブってって言ったじゃんね。あれ、いやね、すごいね、あれって点になった。ごめんなさい、今無音の状態になったね、本当に。なんかね、バックミュージックとか流れてたらね、よかったんだけどね、何にも流れてなくて、すごいシーンとなったんだけど、音声の不具合がみたいな。今きっと音声の不具合だよ。そうそうそう、任先生、音声の不具合ですよ。本当ですね。これどういう意味かな。清水 P のいとこ、うん、いとこ、うん、フランスに住んでいる方がいるんだ。はい、一級家計かな。一級家計っていうの、わかんない。一級っていうのかな。普通です。あ、でも確かに、もう一人のね、昨年こう、うん、協賛してくださった会社の、
息子さん、うんうん、今はどちらに、違うな、今中国か、今は日本にいるんじゃないかな、本当、そんなにね、めったにその中国とか、ね、うん、インドには行かないかな、あ、音声僕ですか、そうですよ、鬼神さん、そうですね、やめてほしいね、全くね、こうプツってこう無音の瞬間を作るよ、ね、そうですよ、困りますよ本当に一生懸命喋ってんのに違うよね、二人とも黙ったよね、間違いなくね、間違いなく黙ったね今ね、本当にね、止まったね、止まった、フランスぜひぜひ本当にやろうね、そう、はい、フランス企画ね、フランス、たとえサンキャロル来て聞いてる、もしくはメールするよちゃんと22日のレッスンの時にキャロルに交渉しよう、あ、いいね、やってやってや、そう、私でもいいんだけど、ちょっとグローブがね、オールだね、ちょっとなかなか難しい、あの細かいのオールのに多分ちょっと、ね、折れないでしょ、そう、鉛筆とか使ってねヘラを買ってきてやるみたいな感じじゃなくて、キャドルのこう細長い、きれいな指で、細長いね、はい、そう、里江さんもね、なかなかね、いい指してるね、里江さんも綺麗だね、あ、でも里江さんこう働き者ってなのでね、そう、ごっつい、ごっつい、ごっついって言っていいのかな、そう、ね、節節節節節節が、節節、私も働き者、うん、違う、あれ一生懸命パソコン打ってるじゃん違う、それ違う、それ違う、そっか、じゃあね、ちょっとね、かなり今日脱線しちゃってる、あ、大丈夫、そう、ごめんなさいね、本当に子供の小さめとちょっとまた流してない映像を流したいんだけども、いいね、いいね、はい、いいね、はい、実は、はい、この子供地球サミットって、初年度から2008年度から、必ず来てくださったこの特別アーティストの方に、ミュージシャンの方に、老人ホームとかね、そういう福祉のシーンでボランティアやってもらうと、はい、またね、それがね、その精神がいいテーマなんだよね、うん、それがね、そうなので、その精神がある方だけしか今こうやって来てくださってないので、はい、で、キムロクさんもね、そう、あのね、タレントは風、はい、ここに住む土地の人たちは土、はい、風と土が混じるとフードになる、そう、これね、演出家の方々から最初聞いてね、あ、すごい言葉だなと、あ、その通りだと思って、で、それを私たちにこう実践すると、ね、はい、でそれを理解してくださった方が皆さん来てくださって、ね、今のところみんな理解して、理解して来てくださってるのでね、本当にこの間、今年、あ、昨年の、ロンジーホームのボランティアホームなんて、池村さんも田島さんも涙して帰って、体がね、本当になんか心ある人だなと、すごく、ね、改めて、ね、実感しました、お二人とも素敵な方でした、そう、はい、そうやってね、趣旨を分かって、うん、これからもやっぱりそこはこだわっていきたい、ね、こだわるところでしょ、そこはやっぱり、うん、ねえ、うん、まあそれ大切に育てていきたいと思ってます、はい、このイベント、じゃあまずはちょっと見てもらいましょうかね、はい、まあ去年のではないんですけど、第1回目のものをね、ちょっと見せたいと思います、はい、はい、これはどこを訪問したんだっけ、これは南美濃村の老人ホームです、うん、はい、はい、たくさんお客さんいたね、そうで、あの、何、そこの施設の、スタッフの方まで全員ダーッと出てきてくれて、ね、そうなんですよ、はい、もう本当にね、よく知ってくださって、うん、もうね、パネルまで作ってくださってね、手作りの、うん、私ね、2年目の時にまた田島さんがこう来た時に、こうそこの施設を利用しているおばあちゃんとこう抱擁するシーンがあったでしょ、そう、すごいね、まあ、映像ではなかった、2人ともこうなんか目うるますながらさ、すごい、本当に良かった、本当に心ある人たちです、はい、はい、ですよね、だと思って、あ、じゃあスタートしていいかな、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと貸してもらえますか、はい、ちょっと2人で黙っちゃったもうね、必死はい、です、はい、はい、じゃあ、まず見てもらいましょうね、はい、はい、すみません、今準備が整いました、はい、ではお送りしますこの子供地球サミット2008のニュース映像です、どうぞ。環境問題をテーマにしたミュージカルキッズエコロジーコンサートが昨夜、南美濃村の村民センターで上演されました。ミュージカルには南美濃村を中心に公募の小学生およそ60人が出演し、生き生きとした表情で歌やダンスを見せていました。村では今年を環境元年に位置づけていて、このエコミュージカルは
3日に下稲郡西内寺村で開かれた子ども地球サミットの連動企画として上演されました。南箕輪村田端の半沢川を舞台に自然保護を訴えるストーリーで歌やダンスが散りばめられていました。子どもたちはホタルの役で出演し、ホタルが住める自然をみんなで守っていこうと観客に呼びかけ、身近にできるエコ活動について発表をしました。マイ箸、マイコップだと使い捨てをしないし、携帯をしておける。そうすると物を大切にすることができます。そうするとゴミを減らすこともできるし、空気を汚さないことにもなります。自然を大切にしたいという友達がたくさんいました。そのためには家の中でだらだらとしていないで、森で遊んだり外で元気よく遊ぶ。そうすると花や木、草や虫や動物と触れ合えて、その命を大切にできるし、電気を使わずに済みます。それとゴミのポイ捨てなどせずにリサイクルしたり分別して今あるものを大切にしておこうという意見になりました。また蛍の精の役で元宝塚歌劇団の田島久美さんが特別出演し、子どもたちと一緒に舞台を盛り上げていました。最後は大芝高原音頭を全員で踊り舞台を締めくくりました。南箕輪村の唐木和直村長は次のように述べ、環境の大切さを訴えていました。田端の半沢では住民の皆さんの努力によりまして、ホタルがよみがえり、今ではホタルの名所となっております。そんな各所でホタルが発生するような、そんな環境を取り戻していきたいものであります。また南箕輪村は大芝高原を含めまして自然環境豊かな村であります。この素晴らしい自然を守り育てながら、この子どもたちに引き継いでいくのが今自然の恩恵を受けている私たちの責務であります。また田島久美さんは今日南箕輪村の養護老人ホームを訪れ、お年寄りたちと交流しました。田島さんが地域に貢献できればと訪問したもので、今日は養護老人ホーム以外にも伊藤由香バレースクールも訪れました。老人ホームでは田島さんが宝塚時代の話をしました。また昨日のエコロジーコンサートで歌った歌なども披露しました。お年寄りたちは歌を口ずさんだり手をたたいたりして、およそ1時間のステージを楽しんでいました。環境問題をテーマ、はい、いや久美さんがかっこよかった。本当だね、はい、もうなんかごめんなさいね、私たち久美さんだけしか今全然紹介していなくてそう、はい、まだまだそもそもあれはニュース映像だったんで、そもそもね、子ども地球サミットのメインはね、あの子どもたちが発表したあのねあのエコ宣言エコ宣言がメインなの本当は。そうね、ついついね、あったよね、放送ついついそっちにネームがいっちゃって、ね、ごめんなさい。でもね、子どもたちが一生懸命考えたあのエコ宣言ね、うん、今まだねあの掲載されてる新聞にね載ってるよ、うん、キッズステーションに。何を言ってるんだか私私一個この後ちょっと用意するまでないな、リクエストしたいんだけど。何？あの田島久美さんのこの間流したんだけど、マイナスダンスって曲。あーいいね。いや今さすごいオスクロイスでかっこいいなと思って、うんうんそうね、うん、また後でちょっと続きたいなと思ってね、うん、はい、
また紹介したいと思います。はい、そして今のあれ今のその老人ホームは、うん、エコブルームのみんなもそうでもね、あの時はエコブルームの皆さんは来てくださったんですけど、うんうん、あの演奏実際に演奏してくださったのはあのドラムの白鳥さんと、うん、あとはギターの林さん、うん、であとはピアノのね、うん、さっちゃん違うピアノの方はもう本当に立山さんがさん、ね、そう坂下さんという方がすごく、はいはい、ね、うん、うまく上手に弾いてくださる方のプロのピアニストなんですけど、うん、その方が来てくださってで、ね、老人ホームでは皆さんに素敵な歌を披露していました。坂下さんもねこう一児の母なんだけどもすごく可愛らしい方だったね。本当によかった。なのでね思い出深いね。そう今日もちょっとね感慨深いななんてこと思ってたんだけども、でもねあの人に一時の母には全然見えなかったんですよ本当に。最初は、うん、大阪弁の方でねなかなかね、うん、こうシャキシャキした人でね、うん、よかったな好きだな私あの私あの人、うんうん、西南寺あ西南寺あねなる虹の橋でも、うん、あのボランティア訪問として、うん、サックスのみーちゃんと、うん、ピアノのさっちゃんが、はい、はい、人が老人ホームねボランティア訪問したんですよ、はい、その時もねあの、うん、クラシックだったんですけどみんなね、うん、本当に見入ってくれて、うん、でまたねそれまで、ね、感動する映像とともに一緒に行ったんですよ。そうか去年のテーマ映像ねあれを見て涙して行ったのが、うん、確かね10月の初めだったかな、うんうん、まだね寒くなる雪が降り始める前だったんだけど、うん、もう本当にね、うん、その日のために、うん、こうそあの日中のボランティア訪問だったんだけど、うん、もう本当にカーテンをしっかり遮断してくれて、うん、映像が見えるように、うん、その施設の方たちも前もってやってくださって、うん、本当にねいいこのステージが出来上がったの本当に良かった。ねえ、なんかね、そのみんなこうやってしかも一緒に口ずさんでくれるんだよね。そう知ってる曲があるとね。そうなんですよね。うん、なかなかね良かったですよ。で、あとはね本当にいろんなところにもボランティア行こうかなと思ってるんですけどね。今年はね、うん、まあキムドクスさんもいることですし、うん、ちょっとね南村には信州大学っていうね大学があるんですけど、まあ、村にあの、うん、めったにないんですけどね、うん。はい、そこにちょっと訪問も考えています。うん、キムドクスさんの。そうですね。スペシャルコンサートみたいなのが ねできたらいいななんて思ってるんですけどね。ねえ、いいですね。はい、うん、はい、でまあまあ場所はね今ねどこにするかね、まあ、そう取り合ってるような状態またね、その老人ホームの施設の方がね田島久美さんのファンになってくださってね、うん、もう毎年行ってもいいんじゃないかと思うぐらいですけどね。今年も久美さん来てくれるけど行ってくれるかな。連れてってあげたいね。本当に施設の方が楽しみにしてくれてるもんね。そう、すっごい施設の人が楽しみにしてくれて、うん、で、あとはもうまたね、そういう久美さんとの写真も久美さんに送ってあげたいっていう人もいるしね。やるか、うん、ちょっとじゃあそれね、ちょっと計画立てて考えようかな、うん、はい、どうかな、はい、なのでもし施設の方が今見ていたらちょっとぜひぜひどうなのかなと楽しみに、うん、はい、楽しみにしててください。あの期待を裏切るようなことはしたくないので、はい、あのぜひちょっと、はい、頑張っていきたいと思います。私そうですね、はい、はい、あ、今じいさんまともなこと言ってくれてます。んニュースの後でしたが田島さんはやっぱりだけでオーダーがありますね。本当にありますね。またね、今じいさんもう一個私おすすめの曲を流しますので楽しみにしてください、はい、そしてウシちゃんジャックさん子供たちの宣言しっかりしていて驚きですと、うん、これね、いや本当にね、みんなすごいよね。そう。毎回ね。それぞれみんなの意見を聞き合って、でも自分のこう発言をしながら、そう自分たちで今何ができるのかなって。ちゃんとね、自分たちで考えるってことがね大事なんだよね。そういうことをやってもらいたいの。ね、本当に。これ、このページ。あ、ちょうどね、PNP でちっちゃくなってる。ちょっと、ごめん。今日からできるエコ活動。
はい、こんな感じです。でその子の中にはね、はい、この結果報告としてもね、今でも続けてますとかいろいろね話をしてくれるんですよ。うん、サミットに参加してよかったとか、うん、また今年も参加したいとか、うん、そういったことをね書いてくれる人がいてね、ほんと懐かしい。ごめんなさい、今懐かしく言っちゃった。あ、面白い子いるんだよね。そう、僕は水を川から汲んだりとか、うん、買い物エコバッグを使ったりとか、うん、あ、これはそうね、そう、やっぱりここの南信州で、うん、水がきれいだからこそならではかもしれないね。そうですね、そう、確かにね、この参加してくださったところはね、本当に水がきれいなところなんですよね。あ、ゆいちゃんだったんだ。うん、そう、ね、うん、今年も参加してくれた子がね書いてくれてます。あれ、うん、あ、うん、あ、4年生だね。ね、はい、やっぱりね、うん、今の子たちね、難しい言葉を意外としてたので、ちょっとびっくりした。うん、あ、すごい知ってる知ってる。そう。よく知ってるなと思う。あ、なんだっけな。多分ね、日常からね、やっぱり関心を持ってきてくれてるのかなって思うな。うん、そう。懐かしい。リユース？リユースとかいう。リユース、リデュース。うん。もう一個なんだ？知ってる人。そう。リユース使うでしょ？リデュース、リサイクルじゃなくてなんだっけ、忘れちゃった。書いてなんだっけ、はい、なんかあるよね、とにかくすごい言葉をしててね、はい、うん、私全く知らなくて。これね、この時じゃない、この時じゃなくてこっち、こっちだった、こっちだった、ありました、リサイクル、リデュース、リユース、あってた。あー、おめでとう。すごい、これもでもね、私子供たちから教えてもらった感じ。私もここで学んだ、そう、本当に学んだ。3つはあるってことは聞いたけども、それを3つは私その当時は言えなかった、うん、恥ずかしいね。皆さん、子供に教えるんではなくて教えられることが山ほどありますから、本当に子供地球サミットちょっと参加するだけでも全然違いますよ。本当楽しい、ね、ありがとうございます。そう、リサイクル、今分かりました、ありがとうございます。おお、すごいですね、はい、教えてくれました。いいね、これすぐ答えが学べるって。うん、わかんないこととか日常の疑問とかね、聞いたら教えてくれるから、ね、あー、里井さんね、はい、お子さんがね、慣れない中学校生活で早寝早起きなんですって。なので無理してね、見てねとは言わないからね。あ、うんうん、言わない言わない、アーカイブで見てねと、うん、そうそう、アーカイブで見てね。そうなのか、はい。で、130を超えたそうですね、今ね。お、すごい、今じゃないね、もう140超えてますね、今ね、うん、あ、嬉しいね、はい、はい。あ、スカさんがね、まともなことを伝えてます。田島久美さんのプロフィール読みます。元宝塚会議団、元参議院議員、ベルバラでは初代アンドで役を務める。子ども地球サミットには初回から参加して、続く限り毎回参加してくれると約束。本当にね、ずっとや、参加し続けるよ、応援し続けるよ、来るよって、毎回来るの楽しみにしてくれてるんだよね。さっきさ、演出家の人がまともなことをつぶやいてくれてるって。普段まともなことつぶやいてないみたいじゃん。最近ツイッターでね、ツイート見てるとね、結構くだらないことばかりこうつぶやいてるかなと。うん、あ、最近ね、ツイッターで、うんうん、今いつも 沢から回ってくるんだけど、自分のなんとか年齢とかいうやつとか。ああ、年齢は私じゃない、年齢じゃないのか、その演出家の方、パソコンが、自分のパソコンが何かつぶやいてるよとか、ね、日頃の鬱憤を晴らしたがってるよとか。結構 ね、皆さんのツイート見てるとね、笑いのものとか、その自分のタイムラインに乗っかってる人がね、うん、面白い発言をねしてるんだよね。たまたまね、資料を一生懸命作ってる時なんでね、ちょっと聞いてくれって頼むよ、今な、今かいって。そう、いつもそんな感じで仕事を妨害してます。本当ですよ、その割にはまだまだってそう、あんたが中断したんでしょって手にしよう、こんな感じなんだよね。はい、怒られそうだね、私ね。本当ですね、よく耐えてくれてるね。本当ですね、この子は黙っててくれってよく言わないね。結構ね、私ね、他の人のせって面白いと思ったらもうどんどんリツイートしていこうかなって。いいと思いますよ、ね、うん、あ、面白いつぶやきはね、大歓迎ですね。ねえ、うん、ちょっと結構あるんだよ、うん、面白いの。ちょっとね、頭が切羽詰まってる時とかね、うん、ちょっと笑いたいもんだって、心からねえ、うん、そう、ふっとね、こう息抜きになるのがね、いいなと思って最近 ね、 ね、うん、思ってます。はい、思ってます。じゃあちょっとこの辺で私、さっきの本の思い用意できたみたいなんで、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きましょうか。やってみましょうか。はい、見てもらいましょうか。はい、先ほど紹介させていただきました、元宝塚歌劇団の田島久美さんが歌うマイナストダンスという楽曲です。では。
でもう一回戻して、あ、戻して、え、うん、あのその曲はね、あの宝塚劇団の当時演出家だったのかな、で今はもう理事長を得て、うん、理事長を得て今なんだっけな、ちょっと待ってくださいね、メモありますよ、私顧問、特別顧問の上田真嗣さん、はい、なんですけれども、その方がね、田島さんが、の対談公演の戦争と平和のミュージカルの中から、ミュージカルっていいんだよね、うん、中から、ピックアップしてプレゼントをしてきてくれた、そうなので歌詞が本当に田島さんのためにプレゼントされた曲なんで、すごいね、そうでね、踊りが得意な、得意で、もう踊り、最初踊りだけで本当に宝塚に入ったっていう田島さん、今もうすごいじゃんね、トークね、今はじゃ考えられないんだけど、まあ、当時は違ったんだって、その田島さんが大好きな、大切にしてる曲、聴いてもらいたいと思います、思います、はい、では行きましょうか、あ、でね、上田さんはね、ごめんなさい、もう一個、ベルバーの脚本家でした、おお、すごい、有名ですね、ベルサイユのバーですね、はい、でした、ではお聴きください、田島久美さんでマイラストダンス、どうぞ。マイラストダンス、ダンスシューズ履いた日から踊ることそれだけだった、もっと高くもっと強く誰よりも軽やかに、明かりの消えた稽古場で一人っきり汗を流した、いつから糸浴びる日々を心に描いて、何もいらない、踊れたらそれだけでいい、喜びも悲しみもダンスの中に溶けてゆく、忘れはしない、込み上げる涙をこらえ、愛を込め、いつまで踊り続けるの、きっと命終わる日まで、いいえ命終わったとて踊るでしょう、 It's dancing spirit、 思い出せば限りもなくよみがえってくるダンシー、いつの時も仲間たちとあなたたちがいた、旅立ちの時訪れて別れのメロディー流れ出す今この時、心を込めて踊るだけ、忘れはしない、込み上げる涙をこらえ、愛を込めただひたすら踊る、 This is my last dance。はい、いかがでしたか、はい、田島久美さんかっこいいですよね、素敵でしたね本当に、で、
里井アンダーバー JP さん、確かに本当にね、一緒の舞台に立てるのって本当に光栄なことだと思ってます。私あの方と、なんか宝塚の組さんと立てるのは本当に普通の人ではできない。今ねすっごくいいこと言ってたのに、本当ね、真剣なこと言うとね、どうしてこんなに噛んじゃうの、悲しくなってくるんですけど。今ね頑張ってね、でも多分私がちょっと今こう打ってる間しっかり喋んなきゃと思ってくれたんだよね。そうなんでね、里井さんその気持ちすごくいいな、私も一緒に立ってみたいななんて思ってます。清水 P が舞台に立つのって、え、私立たないですよ。なんで一緒に舞台に立ってみたいなって言ってるから、うん、ああそういうこと。そう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 、見たたいな、じゃあ見たいな、ね、客席で、うん、メッセージをきちっと、彼女は私たちが伝えたメッセージを本当に深く深く伝えてくれるので、伝えてくれる、はい、本当に嬉しい、はい、なのでね、今後もね、うん、ずっとねお願いしてみたい、はい、はい、です。であとは、はい、あとはタイムラインはどうでしょうか、うん、で、うん、ね、うん、田島久美さん応援団の、うん、団長にもなってくださってるのでね、うんうん、ぜひぜひちょっと私ツイッターでつぶやいたので、応援団申し込みもインターネットからできます。一回ね読んでもらって、あ、いいなと思ったら、そしたらぜひぜひ名前を入力してください。無料です、登録は、あ、健三郎さんもね伝えてくれてます。田島久美さん見ていると自然と背筋が伸びます。お、それくらい怖い人だったのかな。あ、でもすごく温かいけれども同時に、ね、厳しさをものすごく持ち合わせてる人。あ、そうですね、うん、だからね、うん、向上はしてくね、ちょっとね、うん、そうだね、うん、確かに厳しそう。自分に厳しかったね、自分にも厳しい、自分にも厳しい、うん、私もそういう厳しさの分だけやっぱりこう、うん、緊張するところやっぱあったんだろうな。そう、うん、で昨年ですかね、うん、田島さんにね新曲をね、うん、ご用意させていただいたんですけどね、うん、それをねやっぱり一番最初ですよ本当に、うん、渡してすぐの時だったのかな、うん、それよりもこっちの方がねいっぱい聞いてたのでね、子供たちがね、うん、田島さんにね、いろいろとね、うん、指導じゃないですけどね、うんうん、いろいろ話をしてるのを聞いて、うん、あ、で子供たちの影響も受けて、うん、あ、私がもっと頑張らなきゃと思ったのよって言葉を聞いた時に、あ、すごい人だなと思った、本当に、うん、あ、思い出した、分かった分かった、舞台上で子供が歌ったんだよね。そう言われちゃったね。そう、うん、そう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 、あったあったあった。そうだけどね、うん、それをね本当に、まあ、糧じゃないけど、うん、それをね本当になんとかね払拭したいなっていうね、いや、その気持ちがすごい、あれとかやっぱりプロだなと思う、うん、すごいすごいと思った、うん、私前日のねこうリハーサルでまだちょっと不足している部分を、舞台を一回こう踏めば、うん、本番はもう任しとけば大丈夫みたいな、そう、安心感が確かにある、ある、うん、本当にある。いや素敵だね、本当にね、ね、はい、本当に素敵な人です。そう、絶対田島さんはね、私ね生で見てもらいたいと思う。あ、そうだね、うん、ぜひぜひ見てもらいたい。本当に、ね、舞台の空気が変わる瞬間っていうのは、うん、なかなか見れるもんじゃないと思う。ないね、ないない、本当にない、うん、そう、なのでね、ぜひぜひまだ見てない方、お近くの方なんか特にね、うん、絶対生で見てもらいたい。そう、見てもらいたい、はい、全然長野県内ね、そんなに遠いようで遠くないですよ、うん、南から北って竹みたいな感じしますけども、そうですね、全然遠くない。で長野県ね、うん、意外とこうね、うん、田舎でこう見るとこないじゃんって思ったとしても、すごく見どころいっぱいありますから。そうだね、私のね行ってきた神々の ね、その、うん、宿る町なんでね、特にそう、うんうん、なのでまあ本当にこんなところもいいんじゃないのって遊びに来てもらえたらね、うん、本当ですよ、はい、ぜひぜひ、はい、ではここでですね、うん、あ、M ウェーブに出演した時の話ね、M ウェーブ出ましたね、はい、3万人かな。そう、あの時に私一番思ったんだよね、宝塚の王子の方3名で来てくれて、うん、1人は、本当に可愛らしい
何、女役なんて言うんだっけ、ほら女方、女役でいいのか、女方は違うねきっとね。それ歌舞伎かなんかじゃないの。そうね、そうね、言い過ぎね、私そういうのね。そう、女役で2人がね、あの男役の方だったんだけれども、女役の方はねすごくこう可愛らしくて、もうみんながキャーって集まってくるの、そのお母さんたちぐらいの60還暦迎えたぐらいの年齢の方たちがたくさんいる中でね。でただ田島さんの前にはみんなねこうね、な3メートルぐらいこう離れて、みんなこんななんていうの、目をキラキラさせながら、近寄りがたいような、それ以上は近づかにわーってこうなんかドキドキしてるような感じ、面白かった。こうオーラがあってね、近づけないのかな、言っていいのか悪いのか、うん、それ遠巻きっていうの、違う、遠巻きじゃないそれ。違う、誰か日本語で遠くでさ、ね、手が届きそうで近づいてはいけないような、違うね、なん皆さん失礼しました、そのままでいいんじゃないかな。え、なんだろうね、もうあ、すごい、トータルビュアが200いきそう、お、あ、200いってる、211、へえ、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、はい、高田ちゃん、私も、あ、伊藤さんが、そうなの、伊藤さん、演出家の方がね、高田さんってそのベーシストの方にね、うんうん、私も田島さんとの仕事は毎回緊張してますよ、仕事の後の酒の席は無礼講ですが、確かにね、確かにそうです、あの方緊張してるのってすごい言いたい放題言ってるね今日なんか、うん、ちょっと演出家の方に対してかなり辛口なんじゃないのね、トゲはないよ、大丈夫だよ、本当、うん、まともなことをつぶやいてるとかねなんせね、まだ私の元にね、うん、もうほぼ詰まってるっていうのが台本届かないんだよねあれ楽しみにしてるんだよね、ちょっと言われてますよ、チクチクと、ね、多分ね全然違う関係者にも話してると思うんだよね、まだかな、まだかな、ここ2人の方がよっぽど楽しみにしてるのに、うん、早くちょうだい、そうよ、早くお願いしますなんてね、その割にはいろいろと仕事ばっかり、ね、そう、他の全然関係ない仕事いろいろ頼んでねひどいよね本当にねまあ強いては早く見たいんだよね、私たちもね、そう、早く見たいだけなんだけど ね、はい、です。じゃあ明日の、ごめんなさい、さっきからじゃあって言ってるんだけど、あ、いたたっていいねこのつぶやき、いたた本当に、ね、この一文字でわかるでも絶対ね、今こうやってね関わってくれてる人たちはみんなね、うん、まだかな伊藤さん、まだかな、自分の元に台本届くのいつかなって、うん、あ、今日ね、うん、たまたまね、衣装部の雅子さんと話す機会があったんですけど、うんうん、あのやっぱりね、台本が出来上がらないとイメージが出来上がらないから、ぜひ早くお願いします。それただのプレッシャーでしょ楽しみにしてるようじゃなくて、それはただ早くちょうだいって、そう、いいもん作るために時間ちょうだいって言ってると一緒だよね、そう、それまでは何ができるかな、これができるかなって言ってるんですけどね、はいですね、あ、今じいさんお疲れ、そう、今じいさん、この当時ね、あのディレクターって方、ステージディレクターって形で、はい、待ってくれました。でまだまだ、田島さんとも本当私まだ出会った子だったんでね、そう、今地さんも緊張したみたいですよ、はい、そうね、はい、です。で、そうなのでね、明日のちょっと番組のお知らせをしながら、うん、明日なんだよね、ちょうどね、英会話レッスン、そう、はい、キャロズイングリッシュスタディオ、そう、やっとね、はい、これがね本当にスタディオで合ってるのか、はい、合ってないのかが、はい、初めて分かります。なのでね、これお知らせの後に、うん、もう一回だけ私キャロルを知っといていただきたいなと思ってね、いいね、はい、映像見ていただきたいと思うので、はい、じゃあまずは、はい、紹介したっていいかな、私が、はいはい、番組の放送のお知らせを、はい、はい、では、毎日22時から、うん、子ども地球サミット2010広報番組、この番組が毎日22時から行います、うん、はい、はい、そして明日4月22日木曜日、うん、13時からキャロルズイングリッシュスタディオ、うん、スタディオ、はい、はい、これはね本当にね、私たちが全く英語を喋らない私たちが英会話で本当にスラスラと出るまでがね、はい、できるようになるのかな、まあ、キャロルの指導のものなので多分大丈夫と思います。キャロルよろしくお願いします。明日から、明日また放送します、1時から、厳しいね。そして4月26日月曜日13時45分からキッズステーションクラブの稽古放送、はい、そして14時半からが第3回ギタリストの卵マイカ、うん、子ども地球サミットへのステージへの道のりが行います、はい、を行います、はい、そして4月28日水曜日13時からサトエズコリアンキッチン、リポーターのキッズ TV のリポーターの
里江さんが、うん、韓国風の海苔巻きを紹介してくれます、うん、はい、はい、で今のところはそしたらこんな形ですかね。ですね、はい、はい、じゃあここで、明日はね昼間なんだよね、またね、そう日中なんでね、はい、うん、22時の放送は通常にここであるんだけれども、昼間に1時からだいたい2時ぐらい、そうですね2時ぐらいですね、はい、あの私たちの私たちが怒られて泣いてるところ、追いついていけば1時間できるんだけど追いついていかなければ多分いっぱいいっぱいだろうとキャロルさんがね踏んでるのでね、こう1時にはこうシャキッとして2時の終わりの声でもこういう感じなぜかね白髪が入っちゃったりね、白髪が入っちゃったりとか糖分不足でみたいなとこね、しなーってなってるかもしれないですけども、はい、普段見れないシーンを見ていただくのもありなのかなと。で英会話をこれからもちょっと考えてる方はちょっとだけでもね見てる見るとねすごくためになると思います。はい、はい、あと同時に日本語も勉強したいね。違うか日本語はキャロルには私たちよく噛むのでね、でもね日本語になってないので、キャロルの方が日本語がね、うん、すごく綺麗な日本語を使う、綺麗な日本語を使ってくれる、うん、まあその辺ちょっと私たちも勉強し直しながら頑張りましょう、ね、はい、はい、それでは映像見てもらいましょうかね。はい、はい、じゃあキャロルのメッセージどうぞ。どうぞ。Hello, I'm Carolee Chinose. I'm a reporter for Kids Station and I'm also a reporter for our main program which is called Nagano Ken View with Carol and Satoe, my friend. We are also doing the Kids Art Summit here from July 30th to August 1st. And a little bit about myself. I've been in Japan quite a long time. I love Japan. I love the Japanese people. And I originally came here as a musician. And I came to study with Dr. Suzuki to research with him, who is who was the leader of the Suzuki Method, teaching children violin from a very early age. And after that, I became a photo coordinator and traveled all over the world. So I've been to Iraq, Iran, Egypt, Syria, Jordan, Israel, and so many other countries all over Eastern Europe, Europe, and Canada, America. And I'd love to have more contact with all of you out there. I'm very interested in the planet, saving the planet, ecology, and also helping children around the world to come into contact more with each other, knocking down the borders in their minds, and also introducing you to Japan and the Japanese people. On Nagano Ken View, we will be doing all kinds of programs to introduce you to Japan, to its culture, to its people, to its food, and so many other things. So you could have really a lot of fun. I know a lot of my friends out there don't know what kind of lifestyle I have here. So Japan is still very isolated and we want to show it to you. And we'll be doing a live broadcast regularly on Nagano Ken View. So if you look up a kids station, a Nagano Ken View will come out and you can see us anytime. Please contact me anytime on Twitter at VegWind or at our website trinity.fixon.jp. You can get a link to me to a blog where I can chat to you at any time. And I'd love to hear from you. I know I have a lot of viewers out there watching me around the world. I haven't really heard from you yet. So anytime, any queries, or if there's any special program you'd like us to do, please contact me. So I hope we see each other soon. Bye bye. きましたキャロルのこの英語すごいかっこいい。私もああいう風に喋れるようになるんだよあれ努力次第でね、はい、あれなる予定です。まずはね耳がね耳が聞けるようになればね、うん、ちょっとそれだけでもね私ね耳が遠いってことそうそうともいうね聞き取れるようになったらねそうそうそう聞き取れる、はい、そして言ってる意味を理解しないとねそれ耳が聞こえるようになったんだって今のおかしいよね、うん、確かにおかしいね、うん、おかしいなやっぱりこう始めると必ず清水 P は噛むと。あ、さっきからね林ギターさん入ってきてますね。うーん、うなぎだって。うなぎじゃないのかね。うなぎだよね、うん、ギウナウナウ。
あ、すごく分かりにくい。でもいいな。はい、です。林さんがいると、ね、面白い。うん、でね、先ほどね、里井さん、里井アンダーバージビーさんがつぶやいてくれてるんですけれども、明日エロビクスのレッスンが終了した後に駆けつけてくれるって。やっほい。はい。やっぱりね、そのキャロル&里江のお二人の特番なので来てくれると嬉しい ね、そうわないと寂しいよね。里江さんもだって英会話頑張るでしょ。うん、そう、うん、2人より3人で、きっと今喉ちょっと痛めてるけど、あーねー、喉飴用意して待ってます。そう、はい、花粉症だったのかな結局ね。あ、違うのかな、うん、風邪かな。あ、でもね、今日ね、いろんな方 の今タイムラインに載ってる人ではなくてね、いろんな方のあのつぶやきを見ていると結構体調崩したりとか風邪ひいたりしてる人が多いみたいなので、皆さんちょっと気をつけてください。この、ね、季節の変わり目はね、本当に体調崩しやすいんで気をつけてくださいね。はい、はい、です。じゃあ明日また皆さん元気でお会いできることを楽しみに、え、はい、しております。はい、風邪など間違っても引かないように、間違っても引かないように明日のまずね、ぜひぜひ1時に会いたいけれども、この番組としては22時なんだけどね。そうでね、アーカイブにちゃんと残してあるんで、はい、ぜひぜひ再放送見てください、はい、再放送中の方もね、うん、そうですね、アーカイブで好きな時間に見れますからね。はい、じゃあ早い人は明日の1時、お仕事中の方は明日の22時かなですね、はい、に生でお会いしましょう。ではさよなら、バイバイ、バイバイ、 See you。